さんね、そして土屋さんはもう役者としての仕事が増えるっていうのは、個人の仕事が増えるってね、これはもうまさに浅草キッド見ましたよ。あ、ありがとうございます。最高ですね。あ、本当ですか。いや、本当よかったです。これはだから浅草のね、ちょっとまあ、伊沢さんのおかげじゃないの、漫才協会の出張業務みたいなとこありますけど、でもこれはまあ見事に当たりましたよね、うん、役者ですね。役者の仕事、仕事増えんじゃないですか。いやいやいや、でも断るらしいですよ、浅草のためにやったから。他のやつはもう断る、筋が違うじゃないですか。断る立場ではないで、来てないだけですけどね、それは。そうなんですか。いやでもここからなんか来る空気もありますよね。どうでしょう、胃腸に気をつけてと土屋さんに言ってましたけど、胃腸はね、体調大丈夫ですか。あ、でもちょっとあったような気がするな。いや無理に当てに来なくていいんですよ。そういうの一番嫌いだから。いやいやいや、気使わなくていい。言われてみると皆さんちょっと慣れてるから。いやでも健康診断今年ちょっと行けなかったんですよ。あ、そうなんですか。行ってもいい。なんかちょっと行きたいなって思ったのが、たまになんか胃がキリキリする時があったから、ちょっと来年時間見つけて行こうかなって思ってた、ちょうど。行っといてほしいです。体調だけは本当注意してください。これ全然忘れてたんですけどね、飯田さんに言われてたこと、一応気をつけては、ぜひぜひ。その辺はちょっとまあ当たってましたけど、あとは何ですかね、キャラが変わる、アホになる、アホになったつもりはないですよ。2021年、ちょっといじられやすくはなったかなとは思いますけどね、自分では。あんま変わらないじゃないですか。あんま変わんないですか。あんま変わったから、ずっと前から運気いいって言ってたじゃないですか、もうしばらくはね。もう出来上がってるもんね。運気はいいなというのはもうずっと。そこら辺をだから、まあ、僕らもそうですけど、例えば錦鯉はどうだったのかとか、そんなん知りたいくないですか。いいんですよ。錦鯉さんは長谷川さんが一発逆転の時だったんで、あ、2021が2021年ここで大逆転とかあったんで、運勢的な M1 で言うと錦鯉はやっぱり高かったわけですか、うん、でもね、オズワルドの2人の運いいんで。あ、そうですか。多分今後仕事が増えるのはオズワルドが一番増えると増えるでしょう、ね、思いますけど、まあまあでもやっぱいい漫才でしたもんね。そうですね、確かに確かに。技巧派というか、まあ、めちゃくちゃ考えられてる。あの2組はもう今年まず忙しかったですしね、十分ね。そうですよね。うん、だから錦鯉は長谷川さんの一発ギャグ、ただスタミナ、まあ年齢もありますけど、スタミナがもともとないので体力が一気に落ちてる。スタミナないのにやんない、スタミナもともとないのに50歳なんだもん。よくあんな漫才やってんな。短距離走みたいなタイプだから。あ、ナイツさん、ナイツ見たくん、長期漫才は多分できないと思います。40分そうですか。あ、そっかそっか。時間の長いね。ちょっと20分ぐらい今後ね、まあ、でも漫才協会で鍛えてもらえればいいですね。ちょっとね、ちょっとずつちょっとずつ意識がやっぱ 2,30 分って漫才しんどいですもんね。40分とかあの調子だと ね、ちょっと大変かもしれない。あれだと多分失速しちゃいますよね。生態も含め強いなと思う。確かにね。まあでも運はもともと持ってますから。そういうことは長谷川さんって43歳からやっと芸能史が回ってきて、52からもっと運良くなるんで、2年後から次のチャンスをつかむって出てるので、だそこ、まあ、これをきっかけに2年後どう錦鯉がどう仕事をしてる、多分ここ多分バラエティ一周すると思うんで、その間多分キャラというか立ち位置が決まってくんじゃないですか、ね、なるほどね。今50歳ですけど、7年ぐらい前ぐらいからちょっとずつこうね、はい、みんなが面白い面白いって言ってきて、錦鯉結成してすぐぐらいじゃない、それぐらいが多分ね。そうだね、9年目ぐらいでしょ、7、8年とかだから、だからそうでしょうね、なんとなく ね、また2年目ぐらいから多分運回ってきてるんですよね。やっとつかみましたから、よかったですね。でこっから、まあ、2年3年かけてまたさらに売れていくっていうね。うん、いや楽しみだな。僕河合さん、俊一さんの話しました、ね、うん、言ってたじゃないですか、はい、そのせいで、うん、いろんな人から、はい、河合俊一さんの画面を待ち受けにして、うん、これでいいですかってチェックが始まって、半分冗談で。河合俊一さんが一番運気がいいんですよ、ね、なんかね、待ち受けにして、たら、うん、芸能人もなんかこれですかみたいな感じで、うん、みんなしてて、なんかもう湘南の風の人は湘南の風の人も、河合さんもいいんですけど、いやもう河合俊一さんがぶっちぎってます。そうなんだ。いやなんかあんまりいいって思ってないというか、別に河合さんのこと全然知らないんで、まあ、でも今年もいいこと、本人の浮き沈みは知らないけど、うん、でも河合俊一さんの前回いた場所は必ず結果が出るっていう、いた場所が、まあ、バレエを始めたら全国大会優勝、自分河合さんがいなくなったらそのバレエ部がなくなる、ビジュフィルム日本一になる、まあ、オリンピック出て、でフジテレビに答えた頂戴、どうなってるのか、どうなってるのやった時、フジテレビ4冠取ってるんですよ。でそれが終わって、なるほど、日テレで馬の番組始まったら、その後日テレ4冠取ってるんですよ。全部河合俊一さんがいると結果が全部出るんです。でビーチバレーやったらビーチバレーがスポンサーバンバンついて、その後トヨタに行って、トヨタが業績世界一になって、
でトヨタを辞めて今渡辺エンターテインメント入ったら、はい、志らく師匠が2本帯で決まったりとか、河合俊一さんいる場所いる場所が全部良くなってくるんです。志らく師匠の帯も河合俊一さんで決まったんですか。河合俊一のおかげですよ。すごいな。すごいですね。そう考えで河合さん新潟出身の糸魚川っていうところ出身なんですけど、糸魚川に新幹線の駅があるんですよ。これも河合俊一の力だなって僕は思って。いやいや、もうそれはもう政治とかに田中角栄さんとかじゃないんですよ。すげえな。そのぐらい河合俊一さんの運気の良さ、ちょっとまたこれいろんなまた最新の運気のある芸能人とかもちょっとお伝えします。たっぷりと聞きたいと思いますので、はい、ね、よろしくお願いします。2022時代はいろんなこと準備しなきゃいけない年なので、なるほど。なんでこれ聞いてる方もちょっと2023年あたりの準備を、時代がちょっと変わりますんで、うん、あ、そうなんですか。なんかで読んだんだけど2023年からがすごく革命、そうですね、革命みたいなのが起きるから2022までは相当準備した方がいいんですよね。これじゃあ辛抱ですね。だからコロナでこうなるからぼーっとしてると本当2022年は虎年ですから、本当虎視眈々って言葉通り虎に食われるだけなので、でもちゃんと準備して2023年ちゃんといろんなこういう新しいものの流れに乗っていこうと思えば虎にもなれますんで、時代が流れ変わりそうな空気多分感じる方多いと思いますが、なるほど。でも新しいなと思ったことをどん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 やっといた方が、なるほどね、アンテナを広く、そうですね、張り巡らせ、はい、やっておくと、ね、いや、そう、今まででなんか一番厳しいあれでしたね。そうです。そう、なんか分かる分かる。だからそれやっぱり気をつけた方がいい。でもそれも統計だからね。でも土屋さんと根住さんが良すぎるんですよ、この二人。あ、そう。花田さん二人がね、1位2位が良すぎる。そんなへこまなくて、芸能人でここで喋れる時点でもういいんですから。関係ないですよ。芸能人のランキング一番無意味なんですよ、本当に。だってもう基本、ここに来れる時点でもう大きな運掴んでますから。そっか、なんか変な励ましさないでください。変な励ましやめてください。余計なんか心配になるけど、体調だけ。ありがとうございます。口はやっぱ本の口ですか、このゲッターズイダの。そうですね、高生さん将来2022が出ておりまして、毎年どこの本屋さんでも置いてありますよね、こう。そうですね、全国本屋さんとセブンイレブン等に置いてあります。あとこれは僕らと金の鳳凰で人それぞれちょっと違うってことですね。12タイプありますんで調べていただければ。開運レター、開運レターは今日出てますんで、あ、これね、いい言葉のやついっぱい書いてあるやつね。ね、まあ、はい、素晴らしい、あの言葉の使い方も非常に上手です。そうなんですよ、ね、毎日励まされる言葉が載っております。占い以外にいろいろやってます、すごいわ、本当にありがとうございました。はい、じゃあこれを小耳にちょっと来年頑張りましょう。